こんばんは。素晴らしい演奏で、私今聞き惚れててね、あの喋るの忘れてましたよ。ということで、3月5日384回のしゃべくり松郎の時間になりました。今日の松郎なんですけども、朝から雨ですね。気温は結構高かったんですけども、雨でね、雨が出てね、暖かくなるのはいいんですけれどもね、さあ、雨はね、嫌でした。今日ね、帰ってね、仕事から帰って、床見たんですけども、昨年のね、1年前の、この防災ヘリの墜落から1年ということでね、松本で追悼式というようなことがね、新聞に載っております。ということで、先ほども言いましたけども、素晴らしい演奏で始まりました。今日はですね、ゲストに、ふるさとの風の武井さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは。ふるさとの風の武井です。今日お世話になります。よろしくお願いします。今ね、メロディオンですか、はい、演奏で始まったんですけども、そのこれですね、楽器ってなんかいろいろ持ってらっしゃるんですか。これがメロディー。これがメロディーでしょ、うん、これがハーモニカ。これがハーモニカ、はい、まだいろいろあるんですか。あ、これブルースハープっていう名前ね。あ、なんかスコップジャミスね。スコップでもやってるんですかね。スコップジャミスね、あーすごいね、あれもね、うん、あのやってるんですけども、うん、まあハーモニカは主です。 そう、はい、あと2個とか、2個、3個、4個っていうのは あねえな。あ、1個でも2個ってのね。あ、そうそうそう、1個でも2個、うまい。負けますね。あのバイオリンと一緒で、うん、あの一番た、うん、あの小さいのが、うん、京子ってなるんですよ。京子、京子、はい、京子ちゃん、どっかの奥さんみたいですね。はい、あとなんか新しくても中古っていうのがあるの。中古っていうのは、うん、要するにバイオリンであの、うん、言えばビオラになるんですよ。だから一回り大きいのが中古ってですね。それも全部演奏してらっしゃる。そうです、はい。あと武さん、これさっきなんか持ってきてもらって、なんだったこれ。ハープ。これなんですかね。これ。これちょっと外して、これ。ね、これもね、楽器なんでしょ、これ。ね、これ超楽な。え、超楽って楽器？超楽な楽器なんですね。うん、あ、で、これ。オートハープ。はあ、ハープ。一人で落としちゃう。あの、手を。こうね、こうボタンを押してもらって、うん、それでかきむしる。あ、かきむしる、うん、すいません、ちょっと肩かいんですけども。あ、そうだ、ってないか。はい、これが何ていう曲。オートハープ、ね、あ、オートハープだから伴奏用 の、 あのハープ。なるほど、いろんなの持ってらっしゃるんですね。ねえ、これはちょっと高そうで置いといて、あとなんか最近肩凝ってるらしいんだけど、肩じゃない？違うのに凝ってる？それなんですか？これあのね、なんですそれは？それも楽器？これなんだっけな、サクスフォン。サクスフォン？さっきさ、イーウィとかって言わなかった？あ、そうです、あの名前はイーウィ。要するにあのシンセサイザーですね、うん、副シンセサイザー。それはなんかそういう音なんですか、その EU っていうのは。あのなんかいっぱいボタンついてるけど、100種類音が出ます。え、100種類の音が出るの。あのたあのね、こんな音も出ます。なんか俺吹いてるのに似てるけど、あ、尺八に似てるね。実はパンフルートっていうメロディーです。それからトロンボンとかね、うん、それからトランペットも出ます。ちょっとトランペットはちょっとお願いします。トランペット出ない。あ、いいいいいい、トランペット出ます。あ、出ない、時間がない。はい、了解です。
じゃあこのさっきからさ、いろいろハーモニカもそこにあるし、今のそのイーウィンにしろ、そのさっきのね演奏してもらったのにしろ、どこで習うんですかそれは。これは、習うところ、まあ、習い行けばいいんだけどね、ボランティア忙しすぎて、忙しすぎて、あと自己流しかない。真夜中。それなのに自分で全部習っちゃうの。そうです。はあ、真夜中のギターって聞いたけど、真夜中面白いじゃない。あのこれはだからイヤホンつけられますから大丈夫です。あ、そう、はい、あ、そうですか。はい、わかりました。あとその活動されて大体20年ぐらいっていうふうにお聞きしたんだけども、20年もね。そうですね、あの20年っても大変だよね。それ始められたきっかけっていうのは何ですか、その20年前に。大体一番最初に始めたきっかけってのは、あの知り合いがね、ハーフミカ吹いてくれたんですよ。はい、あ、上手なんだね。ああ、じゃあそれで、あ、じゃあ俺も吹けるかなと思ってね、慌てて帰った。高かったね、私の給料では。そんなにハーモニカ買ったんですよ。いや、金なかったから。ね、それで、吹いてみたけど、いい音が出ない。だからしばらくほっといたんだね。そしたらラジオから流れてきたあの、あ、懐かしい音の、あ、これはハーモニカだなと思ってね、そっから始めたのは、20年前。今から20年前。だからハーモニカ吹き出したのと一緒にボランティア始まったんです。なるほどね。それでまあボランティアにね、いらしてるんですけども、大体どんなような会場に、日頃は一番もう最初始めた時は、やっぱり公民館ね、地区の、それから介護施設が主だったんです。なるほど。今は学校の児童館とかね、プラザも随分多いです。だから今200箇所以上行ってますね。はい、何、1日200箇所いやあの行く場所は、今までやった中で200箇所ですね。 あ、そっか、複数行くから200施設に行ったってことですね。ちょっと喉乾きました。わかりました。じゃあ今お茶飲んでる間にこの写真の説明ちょっとね、これ写真だけど、この写真は何ですか。これ、あ、これをね、あのプロジェクター使って大画面で紙芝居やるんです。あ、これオープン、これユーゼルっていうね、鶴の恩返しの、なるほど、オープン、はいはい、これは、おこれがさっき演奏してんじゃん、あのニコって楽器ですね、今持ってるのはね、2人立ってやってる。これ吹いてるのハモニカじゃないの。あ、これ私はハモニカ吹いてます。あ、後ろでいる人ね。で、竹さんは右側キーボード弾いてるんですけど、引き締めハモニカ吹いてる画面なんですけど、ここで2つやるの、ハモニカ吹きながら2個弾くの？あのキーボード。ああ、はい、そっか、キーボード、はい、はい。でこれはあの花じゃん。皆さんに見せるために写真珍しいね、珍しいでしょ。これ真ん中の赤いのはヘクソカドラって。あ、そうですか。じゃあんまり関係ないからちゃっちゃって。これなんですか。すいません、青い山脈。はい、あのこれなんですか。あの青い山、これ、青い山脈だ。あ、紙芝居のタイトル。はい、あ、そうですか。あの歌うとき、歌詞を出すんです。青い山脈をね、はい。あ、すいません、これはあのうちの孫、ふるさとの風の三兄弟です。ああ、はい、一番これは腹話術ですか。はい、そうです。あ、これが本物ね。はい、これ本物です。あ、今これ本物映ってますね。はい、今日お母ちゃんこうやってね、声出さないの。なるほど。あ、そか、腹話術だからね。ケン、はい、ちゃんと人間いなきゃ、ミオちゃんです。はい、3歳とね、はい、1歳のミオちゃんなんですけども、こちらの大きい人はケンちゃん、この写真の方のケンちゃんだけどね、こう、こちらは、あ、3歳で頭の髪だけは伸びるんです。こちらは、大きい人いないの。大きいの、これは、ちーちゃんっていうね、ちーちゃん、はい、5歳です。あ、そうですか。これは今日お母さんの看病してます。あ、そうですか、はい、わかりました。はい、大変、いい子ですね。はい、これは何ですか。これ珍しいの撮ってきましたよ。何ですかこれ。あ、赤いの、赤いの見えますよ。ミョウガの実です。ミョウガって黄色い花じゃない。白です。あ、薄いピンクですね。あ、珍しいでしょ。それからトンボは、はい、日本一小さいトンボ、はいはい、でちょっとこれは何ですか。これボランティア風景です。ボランティア風景ね、はい、
はい、これ蝶々、はい、これ蝶々関係ないじゃないですか。蝶々歌うときは ありました。もうね、これ写真見せてたら時間なくなっちゃうもんね。はい、はい、ところで、あの、特にね、その演奏会とか、ええ、講演会で特に注意するってことはな、どっかあるんですか。そうだね、やっぱり、うん、絶えず一方通行にならないように、うん、ああなるほど、ね、ただ自分で喋るじゃなくて、ええ、そうそうそう、会話、はい、会話、うん、やっぱり対話ってあってはこのベトナムのそばじゃないですよ、うん、はい、わかりました。お話ですね、はい、わかりました。一緒にね、面白いですね、はい、私のもうネタ撮ってますね、はい、はい、で、はい、それからキーコントロール、なるほど、要するにお年を召した人と子供とはやっぱり音程が違いますよね。でその音程を合わせてやるってことがちょっと大変で、なるほど、それから毎月行ってるところはね、うんうん、どうしても、そこ同じのできねえ、同じのできなくなるからね、はい、そこが一番の苦労のもと、一番大切、一番苦労なのはお金です。経費かっちゃうんですよ、経費が、経費かかりますね、ボランティアだからね、4000回やって経費、もう何十万、何百万もありました。あ、そうか、楽器に経費かかるね、あと壊れると修理代高いしね、あとそのさっきね、メロディアン吹いてもらったんだけどね、レパートリーってのはどのぐらいあるんですか。まあハーモニカはね、知ってる歌だったら何でも吹くんですよ。あとね、楽譜見たら出違ってんじゃないかってことはあるんですけども、うん、じゃあ何、知ってる歌なら何でも吹けちゃう、大丈夫ですよ、はい、じゃあ AKB48 が来て、来てっていうか、まあ、テレビでも何でもいいんだけども、歌を歌ってて、覚えたらそれも吹けちゃうの、まあ吹けると思うんだけど、あんまり、ね、興味ないからすいません、若い人すいません、興味ねえってことかな、そうですか。あとですね、そのポリシーがあるみたいじゃないですか。あー、ない、まあまあ、ポリシー、ポリシー、まあ、さっき4000回行ったから、1万回ぐらい行きたいってことじゃないか。もう5000回一応ね、始めた当時から目指していたんだけども、ちょっと無理になってきたかな、うん、ね、年してからだん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 増えていくんです。だからお母さんがもうぶっ倒れちゃって、うん、今日はお休みなんで、なるほど、はい、そうなっちゃうから困っちゃう ね、うん、そうですね、だから一応5000回は、あと今の状態だと5年ぐらいかかる。あと歌はその何、元気の源、そうです、そう思ってやってるんですよ、ね、はい、歌を歌うことによって、うん、しかも大きな声で歌うと元気になるって言われてますよね、うん、なるほどね。皆さんその地域の人を元気にして、ええ、厚労省から表彰されたんだって。されればいいなと思って。あ、なんだ、されればいいな、願望か。だってみんな元気になるんだもん。あ、そうか、元気になったらね、あ、なるほど、経費、なんだっけ、うん、はい、保険が歓迎されるんじゃないかと思って、うん、ね、はい、わかりました、はい、はい、もうね、時間だからね、早く曲やれって言われてるんでね、それでは、今度は、はい、人生の応援歌、人生の応援歌をお聞きしながらね、今日は、ちょっとね、吹く前にですね、今日は、ボランティアのふるさとの風武さんにね、おいでいただきまして、最後にね、人生の応援歌、何だっけね、なんて曲だっけ、人生に、水戸黄門の曲です、水戸黄門の曲ですね、はい、を お聞きしながら今日はお別れしたいとこのように思ってます。
やめたさ、いいね、いいでしょ、いいでしょ、いいね、30分ぐらいいいね、初めね、うん、オープニングの時にね、うん、聞いててね、忘れてた、うん、そうでしょ、おっとっとと思っちゃってね、いやよかったね、よかったよかった、ほんで、本当にあれだね、うん、あのボランティアでこうやってる時に聞きた、聞いたいね、私はね、何回も聞いたことですよ、そう、宮坂さんも一緒にやれば面白いね、二人でね、掛け声こうやってね、行ってこい行ってこいやると俺ふ面白い、ほらしか吹いてだからそれ吹いて、はい、ハーモニカ吹いていろいろ吹いてるのは面白いよ、ね、面白いね、うん、面白い、はい、面白い、はいうん、ということで、はい、皆さんお知らせはこれね、赤いタスキっていうのでね、はい、富岡製糸場の関係でね、今度ね、長野ロキシーとね、長野アイワゼでね、一応やる予定なんですよ、うん、今前売り券1400円でね、各プレイガイドで売ってます、そうですね、はい、ちょっと私も 見ましたね、うん、宮坂さんも行ってもらうといいんだけどね、はいはい、4月14日までやります、はい、はいね、ぜひ、はい、ご覧いただきたいかなと思います、ね、はい、はい、ということで皆さん、はい、来週は来週はね、はい、これまた面白いんだ、うん、また面白い、うん、いいね、うん、第4回まちゼミってあってね、うん、学びの部でね、うん、これ参加しているお店があるんだよね、うんうん、でそこでね、まあ、このちょうど私ら町歩きセンターの前でのね、うん、青木さん、青木シューズね、あシューズの青木さん、うん、はい、あそこでね、うん、青木さんにね来ていただいてね、うん、この間違いだらけの靴選びっていうのねいて、はい、でじゃあどうやってやれば間違わないでいいのだとか、それをちょっとね聞きたいなと思って、うん、ちょっと勉強しようかなと思って、うん、私ら宮坂さんさ靴買うときに少し大きめの靴買うじゃない、うん、買わないからちょうどいいの買う、ちょうどいいの、ああそれは正解だね、でもねちょっといろいろね、うん、その運動するとかね、うん、あのなんていうの背広を着てちゃんとやるのと、うん、それとウォーキングやるのと、ね、全部違うんだって、うん、だそういったね、あの私の靴買うときさ、うん、私安い靴だからね、うん、伸びてきちゃう、ちょうどいいとかあってもあのだんだんに大きくなっちゃう、そうだからね、はい、まあそういうね、そういうね、はい、あのね勉強をちょっとしようかなと、はい、はい、ここへ来てねちょっとやってもらおうと思ってんの、あいけね、うん、松代でねひな祭りっていうのが忘れちゃってる、ね、これ、これね、さっき ねやってもらって松代でねひな祭りね言うようにって言われたんだけど、ね、忘れちゃってね、そうそうそう、もうバカだね、今日ねずっとね、はい、この松役センターの中ね、あの吊るし雛飾りました、はいはい、はい、ということで、そういうことです、この間流し雛で4月の3日まで、うん、4月の3日まで松代松代ね、90件、はい、お店入ってますんでよろしくお願いします、お平様飾ったんだよね、はい、飾ってます、はい、だからね、ただね、なんて今普通入りづらいじゃない、あの普通に行ってお店に行ってこんにちはって言って、何もしないで行くと、うんうんうん、だけどひな祭りの時はね、うん、ポッと戸開けてね、うん、おひなさん見せてくださいって言って、ね、あ、なるほど、回って見てきてね、ありがとうねって言って反抗して入ってきちゃっていいの、ね、あで反抗するの、そうそ う, そう反抗するんだよ、まあ、反抗してね、町歩き銭湯って樋口家住宅で、うん、あのこれ抽選できるような抽選箱置いたんだ、でそれひな祭り終わった時点で、うん、みんな抽選やってね、うん、当たると景品もらえる、うん、っていう毎年やってるんだけどね、はいはい、やりすぎやってる、わかりました、はい、大丈夫だね、わかりました、はい、そういうことでちょっと私松代にあんまりいなかったもんですからすいませんでしたでね、フランスに多分、はい、こういうね吊るし雛やってるところね、樋、はい、口家住宅それと町歩きセンター、うん、そのくらいかな、はい、うん、あと他でもちらっとやってるけどね、あの数多くやってるところってちょっと少ない、うん、なるほどね、はい、そういったところで見ていただければ、はい、じゃあぜひね、はい、町歩きセンター来てください、お平さん見て、はい、反抗してください、はい、はいはい、じゃあそれでは来週のしゃべくりマスロもどうぞお楽しみに、はい、お願いします。